ニュース X 火曜日、評論家プラネッツ編集長の宇野恒博です。高野愛理香です。火曜日はポップカルチャー、政治、経済、社会問題に至るまで、今世界で起きている出来事を宇野さんと共に考えていきます。考えていきましょう。はい、よろしくお願いします。宇野さん、なんだかあの週末大変だったという噂を聞きましたが、ていうかもうこうしてるリアルタイムで俺めっちゃ炎上してるよもうね、こうしてるのはもうなんかもう宇野死ねみたいな、はい、こんなやつ許さんみたいなことめっちゃ来てる。え、何が、すみません、あの、ね、よく分かってなくて。あのキングコングの梶原って芸人いるじゃん。 はい、あれとなんかイベントで一緒だったのね、土曜日にね、はい、うんうん、でめっちゃ初対面なんだけど失礼な絡み方されて、うん、あで、はい、うん、もうすっごい頭に来て、うん、で俺怒って帰ったの。っていうか何だもちょっと失礼なんじゃないとか、うん、やめてくれとか言ったんだけど全然聞かなくてずっといじられてきて、うん、であまりにもしつこいから怒って帰ったわけ。理由も全部説明して、うんうんうん、で現場でなんか慌てて謝ってたんだけど全然もう適当に形式的に謝ってる感じで、しかもなんかこう俺が帰った後に吉本通じて、うんうん、自分は何も悪いことしてないから謝りませんみたいなこと言ってきて、あ、公式文書みたいな感じですか。いやだから目の前だと慌てて謝るくせにあいつチキンだから、吉本に守られた瞬間に結構強気に出るわけなんだよ。なるほど。で俺がもうすっごい頭できて、うん、もうツイッターに経緯全部書いたのね、はい、そしたらもうめっちゃ今梶原炎上してて、はい、あ、そしたら梶原さんが炎上してる、ね、そう、梶原がめっちゃ炎上してて、そしたら、はい、梶原ファンが、はい、なんか俺たちの梶作をなんかこうやっつけた宇野は許さんみたいな感じになって今俺にボワってきてんの。ロジック結構すごくて、なんかそうお前みたいなやつは黙っていじられ役をやれみたいなさ。だからあの梶原主役の、別に梶原主役でも何でもないんだよ、あ、イベント的には別に、そうそう、だからでもせっかく梶原先生が、僕らの梶作が盛り上げようとしてるんだから、お前はおとなしくいじられ役をやってろみたいなこととかめちゃめちゃなロジックなんです。はい、だからもうなんかあの芸人と共演するんだからいじられることは許容しろみたいな、そっとさミニスカートでさ、うん、あの歩いてるお前は痴漢されてもいいみたいなロジックを結構みんな平気で言ってくるの。なるほど。これやばくない？悲しい、それはちょっと、いやめっちゃやばいんだよね。やだ、そんなこと言われたら私。そう、うん、めっちゃやばいの、うん、だからもうなんかそういうやつがブワーって結構匿名、あのステアカの匿名アカウントを中心に、だから結構人数的にはそんな多くないんだろうけど、うん、ずっと攻撃されてる、うん、なんかすごい面倒というか辛くないですか？面倒というかさ、まあ正直言って、うん、なんかああいうなんかこうさ、なんかテレビっぽいいじめバラエティ楽しんでるやつのファンってそういうやつらなんだなと俺は思ったよ。だから俺もなんでツイッター書いたかっていうと、そういうカルチャー自体が日本社会にとって良くないと思ったから書いたんだよね、はい、だからこれもしっかり戦っていこうと思っています。なるほど、わかりました、はい、覚悟してよ。わかりました、はい、私もウォッチしていきたいと思います。さてニュース X 火曜日、今日番組後半に迎えるゲストはライターの橋本智文さんです。なんかどういった方になるんですか、今日の方は。あのね、あの僕がもう10年ぐらいあの時々一緒で仕事してるライターさんなんだけど、はい、うん、あのドライブイン探訪って全国のドライブインをね、うん、結構巡って書いたノンフィクションをちょうど先週出版したんだよ、はい、で元々彼が作ってるミニコミのなんかミニコに載ってた文章をまとめたものなんだけど、うん、その頃から僕結構面白いなと思って読んでて、はい、やっぱいい機会もあってね、たっぷり今日はドライブイン論を展開したいと思って。はい、わかりました、ちょっと楽しみにしていきたいというふうに思います、はい、では今日のニュースからチェックしていきたいというふうに思います。さてまず最初はこちらから。産まなかった方がで麻生財務大臣が謝罪。後援会の集会で少子高齢化について産まなかった方が問題などと発言、批判を受け発言を撤回した麻生副総理兼財務大臣、今日の閣議後の会見で産まなくなっちゃったという事実があるという話をしただけ、不快に思われるということであればお詫び申し上げますと謝罪しました。続いて明日米朝実務者協議、アメリカのビーガン北朝鮮担当特別代表は明日6日に平壌を訪問して北朝鮮側との実務者協議に臨みます。2回目の米朝首脳会談に向けた事前調整が行われる予定ですが、朝鮮半島の完全な非核化を求めるアメリカと見返りを求める北朝鮮の間で協議の難航も予想されています。3つ目です。トランプ大統領 60% が自由時間。アメリカトランプ大統領は公務時間の 60% が自由時間になっているというのが話題になっています。これはアメリカのニュースメディアアクシオスが調査したもので、トランプ氏は予定に縛られるのを嫌うのでエグゼクティブタイムというテレビを見てツイートをして側近に電話をかける時間が設けられていて、こちらが公務の6時間に及んだということです。ロフトのバレンタイン広告炎上、あ、すみません、6割に及んだということでしたね、すみません失礼しました。ロフトのバレンタイン広告炎上、
生活雑貨のロフトはバレンタインキャンペーンの動画の公開を停止しました。バレンタインを前に5人の女子が仲良く会話をしているように見えて、後ろ姿を見るといがみ合っているという内容の動画に対し、 SNS 上で女性蔑視といった批判が出たことを受けたもので、ロフトは配慮を欠いた結果になったことを深く反省ということで動画の停止を決めたということです。一番最後がこちら、ファミマが子ども食堂。コンビニ大手のファミリーマートが3月から全国およそ2000の店舗でファミマ子ども食堂をスタートすると発表しました。これは店内のイートインスペースで子どもに食事を提供したり、地域のコミュニケーションの場を作るのが目的で、小学生は100円で食事を取ることができるということです。さあ、こちらのですねニュースが集まっているというふうなことなんですけれども、じゃじゃ、私が個人的に気になるところはですね、麻生さんのところかなというふうに思います。なんか結構もうこの手の失言からの謝罪というですねパターン結構見飽きたなっていうのがまずあって、なんかそのもちろん言い方気をつけてもらえたらいいなとか、そこちょっと配慮してほしいなとかっていうのは正直あるんですけど、でもなんか失言したらなんかピピーみたいな感じで、なんかお前謝れみたいな感じのなんか構図って結構今すごく多いなというふうに思っていて、なんかそういう議論がしたいんじゃなくて、その先にある政策とか、じゃあなんで女性が本当にじゃあ産むような環境がないのかとか、そういう政策が行われているのかみたいなことの会話が本体したいのであって、なんか謝ったからよかったねみたいな、なんかこういう儀式的な感じのもうメディアの扱いやめられたらいいのになと一視聴者としてすごく思うというふうな感じです。まあ、今日本の、ね、言論空間自体がいかに気に食わないやつの失言を見出してね、発言の中から切り出してそれで燃やすかっていうさ、まあ、そういう結構ゲームになっちゃってるんだよね、でその意味では僕も結構うんざりなんだけど、ただね、ただやっぱり俺一応読んだけど、全文ですね、はい、いや全文きっかり読んでなくて、まあ、前後の発言も含むぐらいのものだけど、はい、まあ政治家の発言としてこれは良くないよとはいえね、良くないよね。いや俺はで麻生太郎ってさ、まあ、なんか別に本人の本意は他にあったにもかかわらず失言熱をされたじゃなくて、この種の発言繰り返してるじゃん、でなんか僕ね大事なのは、なんでこの麻生太郎という政治家がこんだけ炎上しながらも支持され続けるのかっていうことの方だと思う。それこそ構造の問題でね、何かこう日本社会ってさ、ずっとねなんかこうなんか露悪的な本音を言う人間が一番頭がいいということで、この 2,30 年ずっと動いてるわけ。俺そう思うんだよ。だって昔はさ、てか戦後ずっとそうだと思うわけ。戦後片方には戦後民主主義的なね、なんかこう非現実的な理想論をあえて言う方が、言うのが一番頭がいいというのと、とはいえ世界ってこう動いてるじゃんっていうさ、ちょっと露悪的な本音を言う、これそれぞれさ左翼と右翼なんだけど、社会党と自民党なんだけどさ、この2つがなんかセットでさ、ジキルとハイドみたいになってたと思うんだよね。あ、まあ、よく言われてることではあるんだけどさ、今でも後者の方が今すごい勝ちすぎちゃってると思うわけ、露悪な本音の方が、だから頭のいい人間を露悪な本音主義で、とはいえさ、みんなさ建前ではそう言うけど本音はこうじゃんっていう人間が頭がいいっていう風に日本社会思いすぎてるわけ。でもこれって罠で、このロジックが通用しすぎると絶対に社会改良できないのね、現状肯定にしかならないから。だから本当はなんかこうお花畑左翼が言うような理想論とかではなくてね、現実主義的な理想っていうものがなきゃいけないわけ、でそのことやっぱ日本人忘れちゃってね、なんか理想主義を言う人間は全員お花畑で左翼バカ左翼で、もう問題外で露悪な本音主義を言う保守主義者だけがまともだっていうことで来ちゃってるじゃん、それが俺間違い、その弊害なんだと思うんだよね。だから理想的な現実主義っていうものをもっと育てていかないといけないよね、その中間に当たるものをちゃんと育てていくってことですね。だから理想を語るんだけどちゃんと実現可能性を常に検証してるっていう態度が必要なんだよ、そのこと日本社会自体がもう何十年も忘れちゃってるね。はい、ぜひじゃあそこを頑張って私も行きたいなと思いました。はい、ではですね宇野さん、どのニュースが他には気になりますか。そうね、まあ、これはいいとして、はい、でまあ、米朝とロフトと、はい、子ども食堂かな、はい、あ結構気になるの今日多いですね。そう、結構気になるの多いんだよね、なんか上からでいくと米朝実務者協議、これは、ね、これって、まあ、要はだからクリントン政権の失敗をいかに繰り返さないかな、だからあそこってなんかだから当時中東化結構やばくて、ね、他にやばいところいっぱいあったわけなんだよね、はい、だから北朝鮮は時間稼ぎでいいと思ったわけ、90年代に、でその結果核開発の時間を与えちゃったのね、で同じ鉄を繰り返す踏まないために、なんか短期決戦でいかなきゃいけないわけ、たださ
まあ、シリアがすごいやばいから、うん、なんかあのトランプの本音って北朝鮮時間稼ぎしたいだと思うんだよね。でもこれがやっぱ罠なんだよ、うん、だからトランプって勇ましいこと言うけど、あ、実質的には結構引きこもりがちな人間で、なんかすごい外、だから外交、うん、軍事外交的なね、うんうん、でヒラリーの方がよっぽど高派なんだよね。なるほど。でだからそのなんかトランプのある種のこわもてなんだけど実はそこまで高派じゃないっていう彼の性質がマイナスに働かないかね、やっぱ第二のクリントン政権みたいなないか僕は心配だね。なるほど。なんかツイッター上では結構なんか喧嘩してるイメージありますけど、うん、でもなんか政治的に見るとそんなに、いやヒラリーの方がやっぱりガンガン介入派だったと思うよ。そうだったんですね、うん、よく言われてることだけど。なるほどなるほど、うん、はい。ではですね、もう一つロフトのバレンタイン広告炎上ということですか、うん、まあ、これ さっきの話と全くね実は一緒でさ、うん、何かこう、まあ、ポリティカルにアウトなものがインコレクトなものがあると、うん、さあさあ燃やしてしまえ、謝罪した、OK! みたいな感じになって、うん、背景になるさ、日本そのもののさ、いまだに大企業はさ、OL 一般職とお嫁さん候補で採用してるような、もう終わってる男尊女子社会にもうメスを入れようみたいな議論までつながっていかないじゃない。うん、だから、あの大事な問題提起だと思うよ、こういう文化的なところに女性差別の無意識が現れてるみたいなことを指摘するのって大事なんだけど、なんかね、ガス抜きで終わっちゃってる感じがするんだよね。社会構造の変革まで至ってないみたいなことですか。そう、うん、だからなんかちゃんと、ね、背景のあることまで炎上させるって終わりじゃなくて、うん、ちゃんと背景ある問題まで提起しないと僕意味がないわけ。なるほど。だから僕は今回梶原のことを告発するのもそういうことでさ、うん、そもそもなんか日本でいじめ肯定バラエティみたいなのってあれありなんですかって問題提起がしたいわけなんだよ。なんか梶原がちょっとイベントに失礼なことしたら許さんっていうことじゃないんだよね。なるほど。俺が言いたいのは、うんうんうん、じゃなくてわざわざツイッターとか書かないわけ、うんうん、じゃなくてその世の中どういうふうにしていくのかということを問うていく、うん、そうだから3日間炎上させてスッキリで終わるっていうのは僕は良くないと思って。そうか、なるほど、うん、じゃあその先まで行かないと継続的な運動しないとダメだってことだよね、うんうんうん、はい、わかりました。最後ファミマが子ども食堂、こちらは、うん、あのね、これ企業方編あるんだよね。例えば代表的な批判としてはさ、うん、ファミマって結構ブラック労働というか日本の大手コンビニってさ、うん、決していい労働条件じゃないってずっと言われ批判されてるじゃない。そこがさらに従業員の負担を増やすのがみたいな批判ってあって、うん、まあ、一理あるかなと思うんだけど、僕はね、トータルで肯定的なね、うんうん、やはりあのファミリーマートのような日本を代表する、うん、まあ、大手の小売りがね、こうやって試みをやることによって非常に結構鈍感だね、うん、なんかこうあのソーシャルグッドなものに対して非常に鈍感な日本の企業界に対してやっぱ新しい風を吹き込むことができると思うと、うん、日本はやっぱりこのジャンルに関しては2週遅れぐらいなんだよね。やっぱり企業ってのは社会的な存在で公益に資さなきゃいけないという意識がすごい低い国だと思うんだよ、うん、利益だけっていう風なところですかね、うん、なので僕は風穴を開ける存在として、うん、この僕はこのファミマの子ども食堂というのは前提として、うん、あの歓迎しています。なるほど、はい、よくわかりました。ありがとうございます。以上、今週のニュースピックアップさせていただきました。この後はインパルスバイのコーナーです。月曜日は堀潤が代表を務める動画投稿型ニュースサイト8ビットニュース、火曜日は評論家宇野恒博が編集長を務めるプラネッツ、木曜日はグローバルメディアハフポスト日本版、編集長は竹下隆一郎、金曜日はミレニアル世代の感覚を伝えるビジネスインサイダージャパン。個性的なメディアと日替わりでコラボするニュース X、 見る方を多様な視点へとつなげます。ここからは宇野さんがインパルスバイということで、衝動買いしちゃったもの、あるいは欲しくしちゃなってしまったものを手がかりにポップカルチャーの今を紐解いていく時間になります。じゃあ今回あの宇野さんがご紹介される最近思わず買ってしまったものというのは何でしょうか。これね、本当に思わず買っちゃったんだけど、ここにある漫画です。はい、おー、はい、漫画ですね。あるアホの一生っていう漫画なんですよ、はい、私結構漫画好きなんですけど、うん、実はすいません、あの知らない。いや、これね、うん、あのまあ、トーテムポールさんといって、はい、まあ、僕もそこまで詳しくないんだけど、ボーイズラブの世界でも結構注目されている、はい、作家さんが書いた、はい、まあ、ある種のこう少年漫画的な、うん、あのストーリーなんですよね、はい、でどういう話かっていうと、うん、こういわゆるこう将棋の奨励会、将棋、うんうん、だからプロとアマチュアの中間みたいなところで、あ、はい、うんうん、あのなんか若い棋士たちがこうしのぎを削るっていう世界でを結構取材して書いた、うん、青春群像劇の、なるほどなるほど。そう、うんうんうん、で、あのね、まあ、うちのね、結構スタッフの若い子に女の子に勧められて、はい、うん、あの年末年始読んだんだけど、はい、もうすっごい面白くて一気読みしちゃった。え、これ今出てるの1巻から2巻、2巻、3で、で4巻だけ Kindle なんだけど、はい、あのね、その内容を後で説明するとして、うん、なんかね、何がいいって、うん、なんかさ、なんかこうボーイズラブ出身の作家じゃない、うんうん、はい、で、うん、あのなんかすごくなんかだから人間関係が繊細なんだよね。つまり、いや、つまりさ、はい、あの吉永文さんとか代表的だけど、うん、ボーイズラブって結構少年漫画の影響を受けてるわけだよね、うん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 、ある時期からはね、はい、だからジャンプの
結構本当に少年向けのバトル漫画とかスポーツ漫画を、うん、何かその男同士の友情としてね男性作家がわりかし淡白で描いてるものを日創作ですごい繊細に読み替えて、うん、確かに、だからそれこそ吉永文美で言ったらさ、うん、あの三井かける小暮みたいなねスラムダンクのスラムダンクのねより繊細に二人の 男の子同士の関係性のドラマっていうのを二次創作で再構築して進化してきたわけ、うん、でなるほど、だからそのなんかこう成果っていうのだからこれ逆なんだよね、うん、だからまずボーイズラブの世界に培われた、うん、すごい同性同士 のそこではもう愛情として描かれるんだけど、うん、まあ、繊細な関係性のドラマっていうのを逆に少年漫画のフォーマットに持ち込んでるんだよ。なるほど、なんか少年漫画ってねなんかどちらかというとなんか夢とか頑張ろうとかうちょっと単純で、まあ、努力友情勝利なんて、はい、そこでその友情の部分っていうのをものすごく繊細に読み替えてるわけ、うん、でやっぱでそれボーイズラブのノウハウを持ち込むことによってそこに成功してる作品なんだよね、はい、うん、でだからまあ主人公の結構割と少年漫画の主人公っぽい、うん、なんかこうあのなんか割かし内面淡白な感じの前へ前へ系の主人公っていうのを、はい、うん、あのまあ、そこまで単純でもないんだけどね、うん、まあ、でもあの周囲の先輩や同僚たちがやっぱり潜在的にみんな好きなんだよね、はい、あその人のことが、うん、あのもちろん愛情ではなくて友情して描かれるんだけど、うんうん、でそれも単に好きっていうんじゃなくてそれぞれグラデーションがあったりとかちょっと関係性が複雑だったりとかものすごく丁寧に描かれてるわけ、はい、でもうそれがすっごく面白くて、うん、そう、なんか次から次へと主人公が成長していくってだけではなくて人間関係がやっぱすごい濃密だから、うん、もう全然濃度が違って結構夢中で読んだので、すごい残念なことなんだけどこの作品でも商業的にはそんなに成功していなくて、はい、であの経済誌の関係とか、ね、いろんな都合があって、うんうん、あの映ってるんだよね、あ3、4巻で Kindle しか出てない、あそのそう掲載誌が映った段階で、うん、ウェブの漫画誌に映ったんだけどそのウェブの漫画誌打ち切られちゃって、はい、最終巻が4巻なんだけど4巻 Kindle しか出てなくて、はい、その Kindle もすごく中途半端なところで終わっていて、うん、なんかあるアホの一生第一部巻みたいな続きは見てみたいな感じになっちゃっただめっちゃフラストレーションで悲しい、いやもうなんかねしかもなんか主人公 の、うん、あの師匠にあたる人間は物語開始の時点で死んじゃってるんだけど、はい、その師匠がどういう人間だったかってことを結構何話かにわたってしでがっつり描いて、うん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 、で終わりだったの、あ師匠を描いて終わった、終わった、でだから、はい、うん、なんかドラマチック な、うん、なんかこう今まで小出しにされていた、うん、ちょっと過去の悲劇みたいなものが解禁された段階で終わって、だからスラムダンクでいうと三井くんがグレた家庭とかが告白されたところで終わってる感じでえマジそれみたいな、安西先生バスケがしたいですか最終回だったら困るでしょ、困るよね、だから俺めっちゃ困ってるわけ、完全燃焼、完全燃焼、俺がもう大出版社の社長のないことをこんなに悔しいと思ったことはなくてもう何らかの形で本当に第2部の連載を僕は再開したいと、もうそれは再開してほしいと思ってます、はい、あの早く大富豪になってください、いや徳本さんだからさあのなんかこうアラブの石油を捕まえてねあの僕にこう出資してください、そうしたらもう絶対あの新しい漫画誌作って再開しますんで、頑張ります、はい、はい、ちょっとこの漫画のためにも了解です、まず私も読んでみたいというふうに思います、ありがとうございます、さあということで今日はあるアホの一生をご紹介しました、この後はドライブイン探訪著者ライターの橋本智文さん登場です、月曜日は堀潤が代表を務める動画投稿型ニュースサイト8ビットニュース、火曜日は評論家宇野恒博が編集長を務めるプラネッツ、木曜日はグローバルメディアハフポスト日本版編集長は竹下隆一郎、金曜日はミレニアル世代の感覚を伝えるビジネスインサイダージャパン、個性的なメディアと日替わりでコラボするニュース X、 見る方を多様な視点へとつなげます、ニュース X、 今日のゲストはライター橋本智文さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、橋本さんは宇野さんのプラネットでもいろいろとなんか連載をしてらっしゃるとか、あの執筆もされてらっしゃるライターさんのことも聞いてますけど、よくね僕は再造で10年ぐらい連載してたんだけど、はい、うん、その時に対談連載だったのね、その時の再構成よくやってもらってたし、なるほど、あとあのなんかプラネット本誌でもね結構座談会の構成とかやってもらったりとか、うん、結構割と、はい、あのそんなに数は多くないけどずっと仕事してるライターさんなんですよ、10年ぐらい、10年ぐらいだよねもうね、なるほどなるほど、うん、今日はそんな橋本さんと一緒に考えるテーマがドライブインと戦後日本ということなんですが、であの、ね、こちらがね、はい、ちょうどそのあの橋本くんがあの、うん、先週そう出版したドライブイン探訪という本で、うん、まあ、さっきちょろっと言ったけど彼がずっとミニコミ作っててドライブイン探訪というね、はい、あの月にあ違う月刊ドライブインという、はい、月に2回
2つドライブインをめぐって、うん、でそこに関してのノンフィクションを書くっていうミニコメやってたんだけど、うん、それを1冊にまとめたものが出たんですよ、はい、でこれがもうすっごい面白くて、うん、なんかこうだからもういい機会だこんな機会もなかなかないから橋本くん呼んで、うん、なんかドライブインってものからもう一回こう戦後の70年と振り返るみたいな、うんまあ、そんな議論ができたらなと思ってます。なるほど。ちなみに超そもそも論ですいませんっていう感じなんですけど、はい、ドライブインはドライブスルーとは違うということで合ってますか？合ってます。それも本当にすごいよく間違えられる質問の一つなんですけど、うんはい、ドライブスルーってうん、まあハンバーガーショップとかでもよくある、はい、車に乗ったまま買い物をして通り過ぎていくのがドライブスルーですけど、うん、ドライブインっていうのは車を止めて、うん、そこで休憩していくための場所がドライブインですね。なるほど。サービスエリアとような感じになるんですか？それもよく間違えられる。違うんですね。すみません。サービスエリアとかパーキングエリアは高速道路の上にあるものが、うん、そういうものであって、はい、ドライブインっていうのは高速道路ではなくて、うん、その一般道路いわゆる下道にあるような、はい、休憩施設がドライブインで、そのだいたい食事をしたり、はい、お土産を売っていたりっていうような形態が多いですね。なるほどなるほど。さあ今日はですね、そのドライブインという存在から戦後の日本について考えていくというふうなことになっています。では今日もですねキーワードを3つ出していきたいというふうに思います。まずは1つ目がこちらということなんですが、ドライブインが生まれた時代、こちらはどういうふうなことになりますでしょうか？うんまあ、今ねちょっとね、うん、橋本くんから説明があったんだけどさ、はい、もうほら僕らドライブインってそんな行かなくねみたいな。そうですよね。そうですよね。ねいやだから、うん、なんか今どちらかというと道の駅の存在感の方がこう、はい、大きいじゃない、うんでうん、高速移動だと当然さそこにあるのはもうサービスエリア、はい、あで基本的にはこう高速道路作るときに最初から設計されて作られたものでさ、うん、いわゆるこうドライブインとは全然違うんだよね、うん、あでだからなんかこうドライブインってやはりこうもう僕らにとっては過去のものになろうとしてると、うんまあ、だからこそこういったわざわざドライブインを巡ってこうって本も成立するわけなんだけど、うんはい、だからなんか議論のなんかきっかけにね、そもそもドライブインとは何なのかっていうところをもうちょっと掘っていくところから、はい、行きたいなと思ってます。はい。なんか、うん、なんでドライブインだったのっていう。ドライブインは僕もその、うん、僕1982年生まれなんですけど、はい、小さい頃に行った経験とか全然なくて、うん、全くその意識もしたことはなかったんですね、うん、でもその今から12年ぐらい前なんですけど、うん、その頃僕が自分の好きなバンドを追いかけて、はい、原付で日本全国をひたすら移動しまくっていた時に、うん、原付だから一般道をずっと通るんですけど、うん、その時ある時鹿児島だったんですけど、うん、すごい異様な外観をした建物がありまして、はい、そのお店のことがこの本の一番最後に出てくるんですけど、うん、ちょっと立ち止まってみようと思って近づいてみたら、うん、そこにドライブインっていう看板が出ていて、うん、あドライブインあるなと思って、うんうん、鹿児島から東京まで戻ってくる間中ちょっと気にしながら見てたら、もうちょっと残念ながら廃墟のようになってしまったお店も含めてすごい数のドライブインがあって、うん、ちょっとこれは何だろうって思って気になり始めたのが最初のきっかけですね、うん、それでなんか どこできっかかったわけ？なんですかね、自分が全く知らない利用もしたことがないのに、うん、これだけドライブインっていう看板を掲げるものが全国にこんなにあったっていうことは、うん、何かこの一時代があったはずなのに、それができた経緯とかどういう場所だったのかってことはその当時はあんまり記録されてないように感じたんですね、うん、これはまあ誰も記録しないんだったらちょっとまあ自分がプラプラ取材してみようかなと思ったのがもう今から2011年なのでもう8年前ぐらいですかね最初は、うんちなみにごめんなさい超そもそもの質問かもしれないですけど、はい、なんか私の勝手なイメージ、はい、東京とか車で走ってると、はい、なんかチェーン店的なドライブインみたいなのあるじゃないですか、はい、あれはドライブインではない？ドライブスルー？あれはやっぱドライブスルー？そうですね。なるほど、うん、そういうその国の道というか、はい、一般道にある昔ながらやってらっしゃるような車が入っていけるお店というふうな感じなんですかね。そうですね、今残っているところは大体もう個人経営で、うん、家族経営でやってるようなところがほとんどですね、うん、大体まあ今は東京よりはロードサイドの方によく残っている建物ですけど。なるほどなるほど、なんかこうそもそもね、はい、なんかこう戦後ってこうどういう過程でドライブインで普及していったわけ？はいまあ、もちろんその戦前からドライブイン自体は多分あったんだと思うんですけど、本格的に普及したのは戦後になってからなんですね、うん、その今でこそ今言ったようにそのドライブインってロードサイドにあるっていう印象がありますけど、うん、その戦後間もない時期だと
都心の六本木みたいな場所にもドライブインがあったらしいんですね。それなんでかっていうと、ちょっとあのスライドをちょっと出していただきたいんですけども、はい、あのこれがあのちょっと1950年の雑誌の記事なんですけど、朝鮮戦争のあたりだね。そうですね。これまだだからその GHQ に統治されている頃の日本、横浜なんですけど、あの占領下の日本にこういったドライブインがまず最初にでき始めてるんですね。っていうのはそのアメリカの兵士たちとかアメリカの人たちがこう日本に来た時に、そのアメリカの人たちのライフスタイルも一緒に持ち込まれて、それでその車でのそのまま乗りつけて食事をするっていうお店をこうやって日本都心にまずでき始めて、やっぱりこのあの、まあ、モンペ姿の女性が、ね、派手な会社に料理を運んでいってるわけですけど、シュールな絵だよね、今見ると ね。でもやっぱこの当時の日本って、ね、あの車もまだほとんど普及してない時代だと思うんですよね。その時代でハンバーガーとかさえほとんど口にしたことがない日本人がほとんどである時代に、このライフスタイルって すごい衝撃だったと思うんですよね。でこれを都心で見た人がちょっとずつ地方に、なんか都会では今ドライブインってできてるらしいぞっていうのが、その車の普及とともに地方にこうちょっとずつ広まっていったっていうのが、まあ1950年60年ぐらいに起きていったことで、でその中で結構その不思議な建物もできたりしているんですけど、何でもかんでもドライブインになっていった地帯があって、これまた別 あのスライドがあるんですけど、あのこれ渋谷にある今もある大聖堂書店の当時の1966年ですね、駅前のやつの昔の店舗ってことだよね。そうですね。そこでそのドライブイン書店なんていうものもやっていたし、時代があって、はい、結構大変そうというか、どういう感じの流れになるんですか、これは。だからその窓口でこの本を探してるんですけどっていうと、じゃあ探していきますっていう係の人が一人いて、その人が頑張って探してきて、ありましたって言って渡して買っていくっていう。ないケースも ね。なかったら切ないよね。待って。ね、車でさっそうと乗りつけてね、お目当てのものなくて何も買わずに去っていく時の虚しさって、なんか俺もさっすりあまりあるものがあるよね。ちょっと食べられますね、行くのね。なんかデートすっぽかされたの次ぐらいに悲しいと思うよ。あっていう感じで去っていくんでしょうね、お互いね、っていう。じゃああれなんだね、だからあのやっぱり50年代の結構早々期って、なんかこう基地カルチャーの需要として最初始まっていて、でそれが、まあ、一回まず地方に普及していく、そうですね、そういう流れがあったんだと思います。で その中で結構60年代にはこういったなんかこう謎のローカライズというか、変謎の進化の袋小路が早くも入っていったっていう。すごい、ぜひそれも見ていきたいなというふうに思いますけど、なるほど。それでは次のキーワードもちょっと言ってみましょうか。はい、はい、次のキーワードなんですが、ドライブインの今というふうなことなんですが、こちらは、いやでね、あのでこの本ってさ、まさに今橋本君が説明してくれた時代から、もう本当に半世紀以上経った時代を取材した本なわけ。確かに、そっから半世紀、今全国にドライブインって、まあ、残ってるんだけども、とっくにかなんかこうあの終わったカルチャーというとちょっと失礼かもしれないけど、最盛期はもうとっくに終わってるものなんだよね。でそれをまさにこの2010年代に、まあ、一軒一軒、まあ、回ってまとめたのがこの本なんだけど、なんかこうあのこの本の内容を結構、ね、大事として紹介してもらいながら、今ドライブインどうなってるかというところから話していきたいなと思ってます。はい、はい、ぜひ。だからその僕が最初に興味持ったのは今からちょうど10年前ぐらいだったんですけど、その後2011年に日本全国のドライブインを友人の車を借りてぐるっと走りながら、とにかくドライブインがあったら立ち止まってコーヒー一杯でも飲んでちょっと立ち話していくっていうことをやったことがあった。そうだったら聞きだけだよ、多分ね。なんかもう後ろにあの布団を敷いてそこで寝ながらみたいな風に過ごしてたんですけど、でその時はでもまだ具体的にじゃあどういう風にこれを記事にまとめたり原稿にすることができるかってことはそんなに考えてなかったんですね。でもとにかく一軒ずつ回ってどういう風にドライブインが存在しているのかっていうことを見ていこうと思ったのが2011年だったんですけど、まあ、それからちょっとしばらく経って2017年のお正月にあのこう、まあ、お正月ってなんかこう1年の抱負とか無駄に立てがちじゃないですか。確かに立てます。その時にあの2017年にそういえばあの時、ま、取材して回ったドライブインどうなってるんだろうと思って、ちょっと検索してみたらそのうちの何件かが結構もう閉店してしまっていて、やっぱこの8年の間でもう閉まった店もすごく多いんですね。それであの一刻も早くその取材しなきゃということで、そのさっき紹介いただいた月刊ドライブインっていうのを2017年春に作って取材を始めたっていうのがきっかけでしたね。
じゃあね、あの今日ね結構ね画像を割と用意してきてもらってるんで、はい、なんかちょっと見ながらね、はい、どんなドライブインを見て、はい、あの取材したかって話をちょっとしてもらおうかなと思います、はいはい、それであのこの僕がその書いたこのドライブイン探訪っていう本が5つの章になっているんですけど、うん、はい、その5つの章から1件ずつっていう形でちょっと今日紹介していただけたらな、はい、いけたらなというふうに思っています。今どうなっているのかぜひ見たいです、はいはい、うん、で1つ目がその、まあ、1章目がハイウェイ時代っていう章になっているんですけども、はい、その中であの山添ドライブインっていうお店があるんですけども、はい、これはあの奈良県にあるもうこの渋いただすまいですよね。これは1964年ですね、うん、に創業されたお店なんですけど、うん、まあ、そのなんでハイウェイ時代かっていうことがここでキーワードになってくるとは思うんですけど、うん、ハイウェイ時代が何かっていうと、うん、その都市と都市っていうのをその自動車で高速移動するようになった時代のっていうのがハイウェイ時代だと思うんですね、うん、それ以前の日本って結構その車じゃなくて人の輸送であれ荷物の輸送であれ、うん、鉄道もしくはその海海路であの輸送してたところから、うん、その、まあ、戦後の日本っていうのはアメリカとの関わりが深かったこともあって、うん、その陸上自動車での輸送に変えていこうっていうふうにどんどん変わっていった時に、その道路網っていうのが50年代から60年代にかけて急激に整備されていくんですけど、うん、この山添ドライブインっていうのもまさにそういった道路の中にある道路なあのドライブインなんですけど、うん、